はいどうもこんにちは。今回ですね、エキゾクエスト謎めいた箱の取得と釣り針の上の解除方法を紹介していこうと思います。まずはじめに沈んだ島、こちらの方にあるベルンドの炉に向かっていきます。スミドゥールの洞窟に到着して、ベルンドの炉に入っていくんですけど、その前に、謎めいた箱の場所の紹介となります。この後ろですね、この後ろ、こちらに、この洞窟の奥の方に、宝箱があって、それを開けることで謎めた箱エキゾクエストを取得することができます。入手しました。で、内容なんですけど、4つの錠がついた華麗な箱、それぞれの錠が以下の異なった記号で飾られている。手、蝶、釣り針、ブラックあまりの記章となっております。で、今回の釣り針に関してはベルンドのロが該当しているので公開中で、残り2つはこうなっております。12月8日に蝶が解放されます。ということで、釣り針の女王の解除方法に移ります。で、まず第1フェーズ、こちらを完了した後ですね、第2フェーズが始まると同時にドローンが2つ浮遊しているので、そちらを撃ち落とします。まず崖にあるところの一つ目と反対側、これを二つを壊すことで宝箱が開けられるようになります。で、第三フェーズでボスを攻略することで宝箱を開けられるようになるので、これでブラックアーマリの鍵を入手することができます。この奥にある宝箱、これを開けることでブラックアーマリーの鍵を取得することができます。で、このブラックアーマリーの鍵を、挿入することで、今回のベルンドの炉に該当する釣り針の錠を解除することができます。残り2つについてもまた公開され次第、紹介していこうと思います。で、最後のブラックアーマリーの錠に関しては、すべてが終わったら終わるのか、また別の方法なのかわかんないんで、そこはわかり次第紹介していこうと思います。はい、ということで今回の紹介は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。